はい、エンディングです。タオル捜索隊っていうエンディングが来たので見ていきたいと思います。全く意味がわからん、意味がわからんくはないけど、このコースとかトライです、お兄さん。誰かのタオルを探すんでしょうけど、お兄さんかな。なんとなくまだまだ甘いぜ、お兄さんのタオル探すんかな。さすがですね。じゃあこれはどないです。いや、毛利さんめちゃくちゃ久しぶりに見た気がする。ちょっと休憩しましょう、お兄さん。1時間くらい休みなしですし。それもそうだな。ん？お、どうしました？どないしはりました？まさかタオルが見当たらなくて。やっぱり確かここに置いていたはずだ。やはりお兄さんのタオルか。俺は見とりゃしませんけど、誰かが間違って持って行ったんですかね。いや、お兄さんはタオルに名前書くタイプだから。先輩のタオルを盗むとはどこの不届き者だ。自分のタオルを使わんか。真田よ、そのセリフは犯人に言わんと。そうだよ、まだ盗まれたと決まったわけではないけどね。まあそうね、風で飛んでた可能性もあるしね。お前ら聞いていたのか。はい、ちょうど隣のコートで練習していて。探しましょう、みんなで。先輩のタオルは俺が必ず見つけ出してみせましょう。真田、なんや気合入っとるね。うん、なぜそんなに気合が入っているのかよくわからんけど。風紀委員長の血が騒いどるんよ。え、そこってそんな騒ぐポイントなん？なるほどな、確かに風紀委員っぽいわ。いや、私真田と同じ学校じゃなくて本当に良かったと思ってるよ。めちゃくちゃ怒られそうだもん。だらしないっつってめっちゃ怒られると思う。おもろそうやし、俺も協力するで。いや、私もこう協力する。おお、それはありがたいです。じゃあみんなで探そうか。うん、みんなで探そう。お兄さんタオル捜索隊の結成じゃな。お兄さんタオル捜索隊。お前ら、まあ、でもただヒントというか手がかりが何もないっていうところがちょっとまずいよね。まずは近くのコートで練習している奴らに話を。どこから探したものか。あれは、え、あんなシンプルなやつなの。俺のものと同じ色のタオルだな。持っているのは。お、同じ色のタオル。こら、そこのタオル、またんか。落ち着け落ち着け。やれやれ、気が早いの。落ち着け落ち着け。御用改めである。お、この門所が目に入らぬか。いやー、クリソツすぎるな。いや、門所で新選組はのうて黄門様になってますやん。しかも最後真田さんのモノマネ入っとるし。うん、まあ確かにセリフと声はぴったりだよな。財前、的確に突っ込んでくれるのはええけど、もうちょい気合い入れてくれんと。このネタの山場やで、ここ。財前の突っ込みに気合を求めるのがまず間違ってるような気がするけどな。そんなん言われても、これが山場で無理ありますわ。は？どこが無理あんねん、言うてみ、詳しく具体的に。なんだかんだでも財前って結局会話の中がなんかツッコミになってるよな。ひとうじと小春ちゃんと喋るときで大体そうなってるよね。詳しく聞かせてもらうのはこちらの方だ。本物来た。うわ、なんや、真田さん。真田は俺だ。手にイリュージョンするな、ニオ。え、ちょっとね、二人とも口が動いてるんだけど。プリ
ほんで何なんすか君。マジで御用改めみたいやわ。真田が二人おったら。お兄さんのタオルがのうなってな。ちなみにそのタオルはあんたらのやつけ？そうです。ほらここに一氏雄二金色小春って刺繍が入ってますから。いやそれは間違いないね。雄二先輩、それはほんまにキモいっすわ。ではどこかで鬼先輩のタオルを見かけなかったか。鬼先輩のタオルもちゃんと刺繍入ってるんかな。見てへんな。俺もっす。どうやら次の聞き込みに行くしかなさそうだね。しかそんなに遠くに行くものかな。ああ人手は多い方がいい。一氏、財前、お前らもついてこい。わかりました、局長。局長、さっきの設定引きずってる。誰が局長だ。鬼先輩タオル捜索隊隊長と呼ばんか。アホやアホかわやこの人。失礼しました隊長。そしてノリがいい。なんやこの茶番。意外とここ二人面白い。おい何ボサッとしてんねん。財前も行くで。この組み合わせ予想外だったな。行くよ行くよ。鬼先輩タオル捜索隊。あそこにいるのは。お隊長、何見つけたんすか。あ、鬼のおっちゃんや。おーい、おっちゃん。ほんとだ、毛利先輩たちまで。珍しい組み合わせで歩いている。なんかありました。あ、ももちゃんも。鬼さんのタオルがなくなったんじゃ、何か知らんか。俺は見てないっすね。あ、リョウマもいたのね。俺もですね。お前は。わいも知らんで。誰も見てないね。そんなことより鬼のおっちゃん勝負しようや。そんなことより。ああ、タオルが見つかったらいくらでも相手してやるよ。いやでもマジでどこ行ったんだろう。誰かが持って行ったとしか考えられんよな。そんな遠くまで飛んでいくわけないし。じゃあワイも一緒に探したるわ。タオルならさっき見たさ。あら本当？この声は平子場くん。平子場、一体どこでタオルを見たんだ。すぐそこよ、山の方に飛んで行った。まさかの飛んでってるの。絶対誰かが持ってったと思ったのに。ヤシがなんかやたら低空飛行でよ。風が吹いてたわけでもない。え、低空飛行。なんか日吉が好きそうな話っすね。確かにな、後で教えてやろっと。タオルが低空飛行してたって。あのタオル探してるなら案内してやろうか。ああ、優しい。お、ええんか。ほんなら頼むわ。平子場くん親切。したらついてきてください。うわー、平子場くんって敬語使えるんだ。なんか先輩と喋ってんの初めて見たかもしれん。敬語使えるんだ。確かこの辺で見たしが。どんだけ遠くまで来てんの。みんな周囲を探ってみるぞ。わかりました隊長。よっしゃ腰前、どっちが先に見つけられるか勝負や。行くで。ちょ、行っちゃった。迷わないようにね。あ、お兄さんのタオルってこれちゃう。あ、マジだ。でもこれ、ん、見つけたんじゃないの。ユージが一番乗りかいな。負けてもうたわ。いやでもなんかちょっと反応的に違うっぽくない。おいお兄さん、タオル見つかりましたよ。
お、どこにあった？え、違う、え、なんだ、あの二人の反応なんだろう。ここです。でも問題があって。おお、問題。問題。おや、猫がブランケット代わりにしているようだね。それで低空飛行。ああ、気持ちよさそうに寝てるぜ。これは、お兄さんはあげるんじゃないか、猫ちゃんに。猫ごと持って帰るか。お前、今撮っただろ。猫好きだもんね。何の話っすか？カオルちゃんにも見せてあげてね。そこでとぼけるんはさすがに無理あるで。お兄さん、どないします？うん、どうするの？行くぞ、お前ら。渋いぜ。いや、まあそうするだろうなと思ったけど。いいんですか？ヒッペガスなんて野暮な真似できるかよ。そのタオルはそいつにやるさ。かっけえ。お兄さんかっけえ。お兄さんは動物にも優しいの。優しいね。うるせえ。いや、もう今さらでしょ。みんな知ってますよ。そんなことよりお前ら、せっかくこれだけの人数が集まったんだ、今から特訓だ。お、何の特訓？何して特訓するんすか？タオルを探してくれたことは感謝するが、テニスでは容赦しねえ。やる気のあるやつだけついてこい。コートに行くんですね。オッケー、行きましょう。私はいつも通り審判します。あっちゅう間に万人お兄さんに戻りよった。ここにやる気のないやつなどいませんよ。行くぞお前たち。行きましょう。隊長に続け。な、何それ。ない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 。そしてスッと終わる。いや。何なんこれ。相変わらずわけわからんな、最後のこのスチルだけ。もう書きたかったんかな。どうしても書きたかったんかな。面白いなあこのゲーム。いや、でもイラストマジでいいんですよね。新テニスの王子様、はい、レッツゴーデイリーライフ。はい、種ヶ島先輩です。というわけでエンディング。お兄さんのん、お兄さんタオル創作隊だったかな、でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。